はい、それではね、スノーランナー続きをやっていこうと思います。今日はですね、北方イージスレーダーのタスク消化をやっていこうと思うんですけど、前回の動画でね、鉄骨針は大量に持ってきたのと、あと、動画外ですけど、板材の方もね、一応必要な数だけ全部持ってきて、おきました。で、今日はそれを使ってですね、ちょっと道が塞がってるところを改修させていこうかなと思うんですけど、最初にやるのがこれですね。小規模な地滑り。はい。困ったな。地図によれば、このルートでの調査はかなり期待できそうなのに。地滑りで塞がれた道をなんとかしないとと。近くなんですけどね。板材2個と鉄骨針1個を小規模な地滑りの現場へ届けるということで、まずは行きましょうか。こんな感じで載せてありますんで。よいしょ。そこ抜けて左ですね。よし。これはね、大丈夫だと思うんですけど。あれ？石があった。初手からつまずく。よし。おお、大丈夫。ちょっとクレーン外れたな。押さえ直しときます。で、行きましょう。一応こう行った方が早いよねと。大丈夫？はい。おお。よし。おっ。こうなるんですよね。ちょっと車高が低いんで、この車。倒れる？危ねえ。ここで、いいですね。貨物管理、鉄骨張り、で、板材2個を納品してしまいます。よし。で、して、はい、行きました。これで調査が続けられるよ。ありがとう。はい、次がこれですね。崖崩れ。全く崖崩れが起きるなんて、この辺りはもともと荒れ地だが、これじゃ引っ越しもまともに進まない。なんとか道を通れるようにしないとな。ここですね。ここまで鉄骨針を2個ですね。守っていきましょう。はい。よし。もうせっせと働いていきます。ちょっと待って。そこ通れる？この。いけるかな？ ここを考えてなかったな。大丈夫か？引っかかる？頑張れ。強引に行きます。おっ、よし、よし、よし。はい、OK。で、先開通させたところを通ってね、その先に行きましょう。よいしょ。おっとっとっと。遅いところ。おお。あれ？ 大丈夫か？この溝ちょっと怖い。おお、いきなり歪んだ。まあいいわ。落とさなければいいんですよ。ここを通ってね。で、ちょっと連れていこっかな。ちょっと待って。いきなりそんなに動かなくてもいいと思うんですけど。もうちょっと修正しておきます。行くでしょ。で、後ろ連れて、次のミッションのことも考えて、アゾフもね、途中まで一緒に行こうと思います。ここ、あれやな。カメラが固まる。これで開通しても岩はゴロゴロ落ちてるんですね。そしてこの電柱はすごい嫌。背の高いトラック通れへんことない。幸いアゾフは大丈夫だった。よし。この道走りやすいんだね。普通に。やっぱり開通させるべきなんですね。こっち行ったら、ここに行けるんか。そしたら便利かもね。この辺抜けるより。よし。
どんどん北方イージスレーダーもね、開拓あんだけ探索に苦労したマップですけど、うん、慣れてくるとスイスイ進めるようになってくるのか、うん、とりあえず道はね、まず全部開けないとね。ここで、後ろのアゾフを置いていきます、うん、よし、いいよね。ボロングラッドで、崖崩れのとこまでとりあえず行きましょう。よし、いて、こっち、あー、ここ割れるんだ。ちょっと待って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 、予想してなかったハーフだ。うわ、向こうに引っ張ってほしいんだけど。アゾフ呼んでくるちょっと待って、ちょっとトラップに引っかかってしまったんで使いましょう。危険な場所でしたね、ここは、うん、ちょっと押したらいけるんじゃないかな。いいよ、脱出、よしよしよし、いけるかな。おっとっとっと、恐ろしい場所ですね、やっぱりね危な、後ろ連れてきといてよかったですよ、うん、またこの後もアゾフを呼ばないといけないかもしれないね、うん、下手したら。もう登り切ったら崖崩れ、もうちょっと先だったっけ、あ、ここですね。で、つづら折りのところにつながっていくんですよね。おっと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 、ちょっと待って待って、なんか石に乗り上げてる、怖っ。よし、よし、まあいけるでしょう。これはもうサクッと片付ける予定のタスクだったんでサクッと終わってほしい、何事もなく終わってほしいんですけど、うん、大丈夫ですね。これであとつづら折りが走れますね。よし、ここでクレーンで1個下ろして、よし、でして、よし、これで OK です。岩を片付けてくれたんだな、やっぱり君は頼りになるよ、うん、よし、で、クレーン戻してエンジン停止、うん、まあ一応これで通れるようにはなるんですね、うん、はい、で次がこれですね、森林地帯の地滑り、この近くの修道院が地滑りの撤去作業を手伝えるそうだが、物資を積んだトレーラーを牽引してほしいと頼まれてな、彼らが作業しているところに届けてくれないかと。 こんなとこなんで置いとくんでしょうねでちょっとここをね通ってみたかったんですよ、これが通れるのか。でここ通ってこっちは渡れないけど、この辺からちょっとくるっと回ってここに行こうかなと。で、その後引っ、で、ここまでですね、修道院まで、行けたらいいかなと思うんですけど、まあこれで行きましょう。よし、行けるかな。とりあえず水辺のところまで降りていきます。そこ、そこ左？そこか、そこですね。ここ割れんのかな。前スカウトでは走ったんだけど割れそう、めっちゃ。下、ここからまず入る、こっちやな。ちょっと割れそうですね。どうだろう、まあ木あるから最悪後ろには脱出できるかな。ここ割れる？あ、大丈夫か。急に来るからね。ここ渡り、あ、右か。あ、ちょっと角度がよろしくない。まっすぐ行けんのここ違う、そっちじゃない、強引に強引に行くよし、そこ岩だから多分そんなには沈まない、ね、でもこういうちょっと途中で木があったりするのもありがたいですね。ここ行って
当たれるようになってなかったらここの岩の意味がないですからね。いけるか。ただ油断してると渡り切った後にズボってはまったりはありそう。ここ行ってここを通るかこっち。そこを通れる？ルート的にはここまっすぐ行けた方が楽だよね。こっち木ないんだよな。地区か。お、トラップな気がするんだ。どっちがトラップかわかんない。おっとっと。よいしょ。そっちだと、割れる？大丈夫。ああ、割れそう。いける？止まらなければいいんだけど。よっ。よし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 。タイヤいっぱいありますから。あぶね。ああ、結構あるな、ここ。木があるので。最悪脱出だけど。おー、結構深いですね。やっぱちょっと取られるんですね。こっちはこっちで結構罠ですね。よいしょ。ちょっと、ウィンチポイントがあるので積むことはない感じ。そっちで積むかな。どうだろう。あー、結構深いな。反対側の方もちょっとね、行ってみたいですね。あ、ウィンチなかったでも動けへんな。すぐシーズン5がアップデートで追加されるんですよね。シーズン5来たらちょっとアムール一旦離れてそっち行こうかなと考えてるんです。それまでにまああのちょっと霧のいいところまでね、北方イージスレーダー終わるぐらいまではちょっと進めておきたいんですけど、ちょっと間に合わなさそう。どうでしょう。よし、ここ絶対罠な気がするんだけどね。絶対割れるんちゃう、ここ。大丈夫。いける。お、いけた、いけた、いけた。よし。ここは、あんな、ここ割と、普通にいけるんだね。で、こっちから登れんのかな？そっちか。そこはいけそうか。よし、こっちこっちこっち、そこ登って。あ、ちょっと待って、段差がきつい。このトラックでいけるか。赤は登れるけど段差はつらい。いけるか。置いていて、よし。おお、ちょっと待って、そんななってんの。上取っていた方がいい、もしかして。下降りるより。いや、微妙やな。これ微妙。上、降りてしまうと、あ、でもその辺ひどいね、結構。ちょっと、行ける限りは上取っていくか。危ないけど。ここにウィンチ届かへん。もうちょっと角度変える。おっとっとっと。よっと。違う。おっと。ああ、そこに届いてほしい。これちょっと落ちるな。でも普通にどこについてんの。ここの扱い難しいな。降りるか。そこの木に届いたらいいんだけど。
微妙に届かないと。違う。どいて。届かへんの。際どい。あぶね。もう落ちるか。そんな器用に、ここは通れないんですけど、どう考えても。戻っていけるか、切り返せば。違う、そっちじゃないんだよ。 OK、 よし、続いた。よしよし。あぶね、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 あちょっと待って、あ、ポッケ、あー、やっちゃったな。これはやっちゃったな。しちゃったな。この処理が間違えたな。さっきこっち行ったんですけど、そっちも通ってみますか、せっかくなんで。行けそうだけどね。どうだろうね。渡るのは渡れそう。こっちの方が楽、断然楽。ただこんなすんなり行けるのかな。この辺割れそうですよね、絶対。とりあえず前輪落ちるかどうか見てみますよ。いける？あ、割れない。あ、え？何の音？割れないね、今んとこ。いけるか。ゆっくり行きます。怖っ。見た感じはめっちゃ割れそうなんですけど、うん、あ、全然いけるわ。あ、こっちの方はじゃあ全いいですね、余裕ですね。ここから登ったんだ。こっから登ったんでしょ。これを起こしたいから、まあ、同じルートで行く方が起こしやすいか。よし。この辺そんなにこっち側は割れないんですね。うん。よいしょ。ん？ あそこにあるのか、トレーラーは。それは岩の向こう側だから行けないんですよね。とりあえず、アゾフを起こさないと。このロングラットで起こせんのかな、思ったけど。とりあえずここ登ります。いける？ここ、まあでも重力が使えるんでね。見えない、見えないね、全然見えないけど、多分これ。正解？起きた。起きても、でも切ったら倒れるってやつじゃないの？間違えた。あ、倒れない。あ、お、セーフ。こっからでもどういくかですね。もう一回上チャレンジする。もうウィンチは使えるんですけど、ここの岩乗り越えていけんのかな、ちょっと厳しい。ウィンチ使いつつでもいいですけど、まあ、クレーンですよ、こういう時は。保険を。よし。で、はい、ちょっと待って。はい、バック。よしよしよし。登って。あ、登れ。よいしょ。あー、登らないな。ちょっと近づきすぎた。よいしょ。で、そこ。強引に。無理？もうちょっと残ったし。いけるか？クレーン使う？よっと、はい。あ、この段差登らないか。なら、
これをこっちに引っ張って、よし、いった。はい、けど倒れそう、めっちゃ倒れそう。ここまで行って、すごい曲芸ですね、これも。よいしょ。あ、落ちる。とりあえずそこまで乗り上げていこうか。おお、惜しい。結構いけるもんや。うん、よし、いけた。ね、クレーンを戻します。で、ここの上を通っていけたらいいかな。とんでもないルートになってんな。違う。大丈夫。こっから先は木がないか。ゆっくり行きます。倒れる？の岩があるから大丈夫のはず。おお、ここ使える。よしよしよし。ガソリンなくなる、もしかして。この心配があるな。コロングラットちょっと持ってくる。200でしょ。内側をちょっと押さえつつ、ちょっといけるか。よし、じゃあちょっと給油しよう。トラック変更、これでこっち側から近づいていったらいけんのかな。あ、微妙やな、すごい。上から行かなあかん？ちょっと分かんないけど、行けるか行ってみましょう。こっちの方がまあ回るのは回れると思って、ね、危ないな、ほんまでも。ここがこけるね、でも。いざという時の使い棒を出しときます。よし。でそこ上行きたいんで、ここはほんまに難しいね。使い切る。よし、登って。おっと、これで使えるんだね。よっ、行って。ああ、全然登れへんな、こっちでは。違う。ここに岩があるんか。やっぱこっち側を持ってこなあかんから。ああ、厳しいな。上に登れへん。なんていうルート。よいしょ。これはしょうがないね、こっち。そう。よし。よし、登った。ここまで一旦行って、クレーンが引っかかるからクレーンを戻します。で、操作を間違えないように。これ大丈夫？落ちない？ここに引っかかるのか。怖いな。あ、落ちる。危な。待って、タイヤが浮いてるんだけど。
どうしたらいいのこれは。いやむずいな。もうよいしょ、よし、角度を変えて、あー前に進みたい。こっからこれをこっちに引っ張るか。登って、あー落ちる、前が落ちるまたおん、あ、あうっそ、起きるか、起きるか、起きるか、ちょっと待って、来てどこに繋がってんの。それは繋がってもしょうがないろ。なんか引っ張れそう、あ、これ引っ張れそう、 OK こっからでもどうやって復帰すればいいんだろう。ちょっとマックしで、はい、全然タスク関係ないとこで詰まってんな。よし、はい、よしよし、あーもう引っかかったね完全に。ここにも繋がる。よし。こっちから行ってもいけないよね、ここは。かといって上に戻れないしね。行くか、行ってみるか、こっちまっすぐ。ロングラットだと生きるかな。お、お、意外といけんのか荷物運んだりとかは厳しいね。アゾフだとちょっときつい感じだな。軽いよね、こんな角度で進めないもんね。あー無理、通り抜けられない。ちょっと待って、はい、もう160アゾフにガソリンをあげるために近づいてるはずなのに。よし、そう、どんどん減っていくぞ。よし、で押して起きる。ここは無理やな。ここを押す。よいしょ。あ、引っかかるな。いける？これを。俺が引っかかる。俺が引っかかるね。あら、ちょっとやっぱこっちなんだな。あれ、ここ。おーっと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 、おー、そうか。うわー、厳しいな、こう、得られたけど。ちょっと安定しては進めなさそう。そして、深い雪が。ここが、一応道になってるところかな？こんなとこまで来れんの？思ったけど。え？ここでちょっと待機しときます。
で、こっちを今度、この岩を、正面の岩を乗り越えたらいけるんじゃないかな。ピンチポイントはありません。レンは戻す。あ、抜けられないね、まだ。ピンチないから、ちょっとクレーンで押すか。どっちにしても際どいな、道。上行っても下行っても、ここは。ちょっと角度を上げて。よし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 。で、もうちょい。クレーンを戻す。おっと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 。取り抜けて、早く。なんか引っかかってる。なんかが引っかかってるな。もうちょっとクレーンで前にやりたい。どれが引っかかってるんだろう。内側がちょっと怪しいよね。ちょっと浮かしていける。あ、あれか、前か。ちょっとわかんないけど、ウィンチも使えたらいいんですけど。お、よし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 。お、ウィンチつなぐ。そっちは、うん、あ、1個だけな、使えん。まあいいわ。厳しいな。ここは通るの大変やな。よし、乗り越えて、もう引っ張る、前から引っ張る。アゾフどこに、アゾフじゃない、ボロングラットはあそこにいるね。よし、合流はできそう。よし、すごいね、1台だけではクリアできないですね。で、いいよ、2台来たけど、こっちまで行かないと降りられなさそうじゃない。こっち正面飛び降りてもいいけど、ちょっと様子を伺ってみます。ちょっと高いけどな。そして乗り上げられない。ここはいけるか。いける、もうちょい。ここね。無理かな、無理かな。立つよ。お、 OK で、あ、また下まで届かへんの。ウィンチを離す、つなげる、離す、つなげる。あ、無理。でも、お、無事に降りられた。よし、大丈夫か、大丈夫か。こけるなよ。最後の、最後の爪で。あ、てか、こけないけど。起き上がれ。前の石ころが引っかかってる。よいしょ。はい。もういいでしょう。もういいでしょう。よし。打った。ね、クレーン戻す。これがさ、無事回収できるかどうかちょっと心配なんですよね。いけるかな、いけるか。もう届くんじゃない。どうせあそこはまるんでしょう。めり込んでるもんな。 OK、 なるべく近づかない、越したことはないです。ちょっと後ろ見えてな。よしよしよし。
で、とりあえずここまで持ってきて、サービストレーラーか。修理はできるんかな。燃料ついてないけどね。よし。ね、よし。で、接続するでしょ。はい。そっちまでちょっと行きます。で、ボロングラッドからガソリンもらいましょうか。そうしないと、ちょっと厳しそうですね。あ、ここから降りてこれんのか。そんなにリスクを犯して、この崖を飛び降りなくてもよかったな。ね、ちょっと冒険できるところは冒険しないと、ここでもちょっと岩がありますね。それでスタックしたりする。ガソリンもうそんなないもんな。100給油についてもちょっと考えないといけないね。よし、これか。ここまで来て、いっか。ちょっとポロングラッドは置いときます。回収してもいいしね。よし、回収するか。よし、で、これを修道院まで行きましょう。よし、道までは来れましたね。ここを開通させるために、これを修道院まで運ばないといけないここでね、いいと思うんですけどどっちみちここで作業するんだって。まずだからこっちまで行って登らないといけないけどね。ちょっと明るくするか。こっちですね。まだ187でしょう。でも結構やっぱちょっとガソリンもらっとかないと不安な感じでしたね。お、そこかな。なんとかいけそうですね。この辺はもうそんなに大丈夫だね。115リット、結構際どかったね。ボロングラッドからもらってなかったらね、ちょっと足りなかったような感じですね。そっち？そっちか。修道院ですね。めっちゃ寒いとこに住んでるな。そんな奥まで運ばされる。よし、やる。はい、よし、これで道は通れるようになったんだな。あ、修道院から物資も少し分けてもらえたんだ。ほら、これがあんたの取り分だよ。サービストレーラーもらっていや、燃料車でしょ、どっちかっていうと欲しいのよし。はい。はい。そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。次回ね、またこの続きやっていきますので、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。